皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。レイゾンデイトパート8、続きをプレイしていきたいと思います。はい、前回の実況からかなり時間が経過しておりますが、続きをプレイしていきたいと思います。前回、ルイス神父に毒を持ったところのからのスタートとなります。では、脱出できる可能性があるならやっぱりここかしら。でも素手ではさすがに壊せないわ。うん、ダメね、この扉は開かないみたい。神父様しっかり部屋側から鍵をかけてるわ。もしかして以前鍵がかかってなかったのはわざと？く、何かが階段を塞いでいるみたい。ここからは出られないわ。出口を探すクリア。あまり時間がないみたいね。あの部屋に行き止まりの壁を壊すためのものがあればいいけど、急がないと煙で倒れてしまうわ。タイム、これはちょっと急ぎます。うわー、焦る。ダメだこれ、時間がない、急いで開けないと。あー、またこれか。来ました。ちょっと探索を急ぎます。硫黄ですね。はい、出るところ。ハンマー、木炭、松明、塩酸カリウム、あ、すいません、硝酸カリウム。よし、これでいけるかな。早く。硝酸カリウム、硫黄、木炭、この3つが私を救う材料ね。急がないと。でも慎重にやらなくちゃ。まずは木炭をすりつぶして。わー、やばーい。完成。ただ壁の前に置いただけじゃ崩れないかもしれない。だから壁を少し崩してこの火薬を詰め込めば OK ね。黒色火薬を手に入れた。おーっと、やばい。壁の前に行きます。おーっと、急がないと。やばい。あまり力仕事は得意じゃないけど、そうも言ってられないわね。これを少し崩れた壁の中へ。仕上げよ。もうすごいですね。おー、コッパみじん。けほ。無事、成功ね。早くロゼを助けに行かないと。やりました。あー、よかった。間に合った。あ、ここで繋がるんですね。
ノワール、ロゼ、迎えに来たわ。ノワール、驚かないの？私はずっとロゼを見てきたから。それよりも、ルイス神父はどう？変な味がする。これを飲みなさい。薬？何の？大丈夫よ。ただの解毒剤だから。さあ行きましょう。ま、シェリ。終わると分かっていてもずっと一緒にいるわ。私が将来あなたは病で苦しむ。その時が来たら助けられるのは私しかいない。それが私のレイゾンデートなのだから。あら、ファルだったかしら。あ、ファル！懐かしい。教会で会ったわよね。一年くらい前に。よくここが分かったわね。苦労した。でも探し続けた。で、あいつは？もう春フェに入ってるの。あー、銃持ってる。病気の進行が急に早まったの。もうこの子は食べることも歩くこともできない。ノワール。どうしたの？ロゼ。何か必要？ううん。ノワールがいてくれれば何もいらない。そうじゃなくて、その人、誰？覚えてないのね。ロゼ、そろそろ眠くなってくるはず。そしたらきっと、いい夢が見られるわ。あなたが打たなくても、この点滴には薬が入ってる。永遠の眠りにつく薬がね。できればこのまま安らかに行かせてほしいわ。そいつは妹のリーラを食ったんだ。妹は苦しかったはず。なのにそいつが死ぬときは安らかにだって？教会で殺すべきだった。けど、あの時は、記憶が曖昧なせいでチャンスを逃した。あの神父が邪魔さえしなければ、僕は！そうね。ずっと妹の復讐のためだけに動いていたあなたには、納得できない選択よね。許してあげて。なんて言わないわ。でも、この選択は、あなたの未来を二つに分ける。慎重に考えて。ニューゲームから完結編が解放されました。あ、今からですね。春編ですね。うわー、苦しそう。なんか、苦悶の表情が浮かんでいます。では、完結編をやっていきたいと思います。そいつは妹のリーラを食ったんだ。妹は苦しかったはず。なのに、そいつが死ぬときは安らかにだって？教会で殺すべきだった。けど、あのときは記憶が曖昧なせいでチャンスを逃した。あの神父が邪魔さえしなければ、僕は。そうね、ずっと妹の復讐のためだけに動いていたあなたには納得できない選択よね。許してあげて、なんて言わないわ。
でもこの選択はあなたの未来を2つに分ける、慎重に考えて。これですね、打ったらバッドエンドです。で、打たなかったらハッピーエンドになります。で、ちょっともう辛い方から見ていきたいと思います。打つ、あーロゼ、ゆっくり眠って、私もすぐあなたのそばに。はあはあはあ、終わった、復讐を果たした。なのになんでだ、どうして苦しいままなんだ。眠れない。広いお家ですね。すごい。はあ、はあ。なんだ。物音を確認する、日記を見る。日記ってこれですかね。ん？どれだ。こんなところにノートなんてあったか。復讐を果たした先に何がある。なんだこれ、僕は書いてないぞ、こんなの。わ、なんだここ、なんだ、ここは物置のはずなのに。ここは一体どこなんだ。笑い声、誰だ。ビーラ、お兄ちゃん、ビーラ、なぜ、お前は死んだはず。これは夢だ、だってアリーナ。ねえお兄ちゃん、どうして、どうして、どうして私を殺したの。化け物、ねえどうして殺したの。2体になってますよ。私まだ行きたかった、なのにあなたが私を撃った。今度は私の番ね。うわ、逃げなきゃいけない。なんでなんで。ここが何なのか、あの化け物が何なのか、何も知らない状態でぼーっと座ってやるわけにもいかないな。うわ、来た。はあはあはあ、夢だったのか。捕まらないように行かなきゃいけないってことですね。どっちだろう。鍵がかかってる。こんな扉見たこともないぞ。触れる。最初の悪夢クリア。今のはリーラ、いやロゼなのか。にしてもなんであんな化け物みたいな姿に。
ですよね。あ、なんか落ちてる。なんか落ちてるよ。ん、何か落としていった？謎の鍵を手に入れた。なんだろう鍵？どこのものだろう？本当だよ。いや、わけわかんない。僕は死んだんだろうか？ここは地獄なのか？それとも現実？現実だとしたら、とうとう頭まで壊れたかな？ねえ、そうだよね。今にも鳴り響きそうだ。調べてる余裕とかあるんですかね？ん？なんだこれ。う、なんだ、すごい匂いがする。吐きそうだ。なになに。蜘蛛の巣と埃だらけで何もなさそうだ。なんもないの、なんもないの。ここが何なのか、あの化け物が何なのか、何も知らない状態でぼーっと座ってるわけにもいかないな。だよね。なんなんだろう、本当に。どっから出んの？ミラールーム。何も言わない。なんなんだろう。はい。なんなんだろう。謎の鍵。買いました。なんだ、なんだこれ。誰？なんか書いてある。彼女の向いている方向が鍵。正面向いてますね。後ろを向いて、右を向いている。正面、後ろ、右。正面、後ろ、とやり忘れてたことがあります。戻れるかな。意識の断片、欲、意識の断片を手に入れた。手に入れられました。前、後ろ、右。不思議な部屋。血が出てる。首がない。うわ。お、なんか落ちてる。意識の断片。愛。意識の断片を手に入れた。やりました。違うとこに出ました。ノアールの家。なんかある。これは銃の弾？この弾、まさか。あんたは？久しぶりだね、ファル。まさか君にこんな度胸があるとは思わなかったよ。その弾でロゼを殺したんだろう。なんであんたがこんなところにいるんだ。あの時、あの森で僕は、過ぎたことを言っても仕方ないだろう。それにしてもまさか生きてたなんて。あの時、川に落ちてすぐ倒れた木に引っかかった。その木に引っかからなかったら、流されて溺れ死んでいただろうな。ふふ、ここにいることを考えると、川に流されて死んでいた方が幸せだったかもね。どういう意味だ？あんた、ここがどこかわかるのか？
君は何も分かってないね。ここがどこで何か分からない？何がおかしいんだ？そうか、ここに来るのは初めてなんだね。君が奪った命、その代償を払う場所だよ。この場所は君が望んだんだ。僕がこんなの望んでいない。ではロゼを殺したことを後悔してないと。違う、僕は復讐を果たしたんだ。だから後悔なんて、人を殺して後悔しないなんて、私とノワール、そしてロゼくらいだよ。君も私たちと同じということかな。違う、僕は違う違う、お前たちと同じなんかじゃ。哀れだね、見てられないよ。哀れで鬱陶しい、君には失望したよファル。ほんと残念だ。夢だったのか。さっきは開いたのに鍵が合わなくて開かないみたいだ。どうしろと。日記を見てみましょう。勝手に書き込まれてる。逃げても意味がない。何から逃げてるんだ。この日記一体何なんだ。何を探している？何を求めている？終わらせたはずなのに、なぜこんなにも苦しいんだ。また日記の内容が変わってる。あ、変わってましたね。おっと。1年前、あの教会は火事で燃えた。教会内の遺体は3体。ルイス神父。その父、カーティス。箱の中から少年。ロゼは死んでない。だから、探した。すべては復讐のため。ルイス神父が生きてるはずがない。なのになんで、ここは一体何なんだ。誰だ？お、進展が。警察の者ですが、ご家族の方が。事故で。お、リーラ。あ、かわいい！お兄ちゃん。リーラ。兄ちゃん、お父さんとお母さん、もう帰ってこれないの？あ、これは、父さんと母さんが事故で亡くなった時の。お兄ちゃんまでいなくならないよね。私、一人は嫌。そうだ、僕は誓ったんだ。大丈夫だよ、リーラ。料理が冷めちゃう。座って。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、どこに座れって。お兄ちゃん、今日もお仕事お疲れ様。さ、早くご飯食べて休まないと。これはリーラとの思い出か？ねえ、早く食べよ。リーラお手製の内臓の炭焼きだよ。いらないの？リーラ、こんなものを作らない。作ったこともない。お兄ちゃん、私のこと嫌いになっちゃったの？そうじゃなくて。だから、殺したの？何言って、お前を殺したのはロゼだろ。本当はわかってるよね、お兄ちゃん。お兄ちゃんが私を殺したんだって。何を言ってるんだ。僕はお前を守ろうと、一体何なんだ。
おー、開いてますね。開いてる。少々お待ちください。わかりません。右。来た。左。来た。上。おっと、教会ですね。ここはあの教会。なんで？ロゼ。で、そのノアールって人がお母さんと同じ匂いがするの。だから、落ち着くのかな？ねえ、あなたのママはどんな人？そう、優しい人だったんだね。誰と話してるんだ？私たち似てるね。どっちも親がいない。え、お兄ちゃんがいるの？ううん、私は兄弟とかいない。お兄ちゃんって兄弟ってどんな感じ？ああ、あなたがリーダーのお兄ちゃん。私を殺した人。どういうことですかね。ねえ、どんな感じだった？妹を殺したのが同じ年の少女って知った時。やめろ！来るな！ねえ、答えてよ。戸惑ったさ。まさかこんな幼い少女が。そう。でも結局は殺したよね。まだ生きたかったのに、やっと平穏を手に入れたのに。うわー、来たー。私の中にいたリーラまで殺した。そんな、嘘だ。リーダーはとっくにお前に殺されたんだ。違う違う、あなたが殺した。まずい。うわあ、どうしたらいい？どうしたらいい？うわあ、これ。ああ、やばいやばい。待って待って待って。なんかできてる、なんかできてる。なんだこれは。来ないよ、悪魔。約束を守れなかった。守ると言ったのに。そうだ、守ると言ったのに。僕はこの日記は誰が書いてるんだ。本当は分かっていた。僕はリーラを殺したんだ。もう二度とリーラの声は聞こえない。違う違う、僕はリーラを殺していない。殺したのはロゼだ。なのにどうして、どうしてこんな、僕の本心が書かれて、いや、ありえない。リーダー、ロゼの中で生きていた。なぜそんなことが？ロゼを殺したとき、リーダー、二度目の死を迎えた。僕の手によって。ありえない。そんなわけ、ない。お父様とお母様の事故の件についてですが、進展がありまして。車道を歩いていた酔っ払いを避けようとした車が回避した先にお父様とお母様がいて。そんなことで？そんなことで何もしてない父さんと母さんは？お悔やみを。帰ってくれ！帰ってくれ！あ、リーラ。お兄ちゃん。リーラ、聞こえていたのか？車を運転していた人は捕まった。けど、事故の原因となった奴は、酔っ払いの人は車道を歩いていただけだから、罪には問えないらしい。数日の交流と厳重注意って、そんなの正義じゃない。お兄ちゃん、
ダメ、ダメだよ、お兄ちゃん。服従したって意味がないもん。お兄ちゃんが、今度は捕まっちゃう。そしたら私一人ぼっちだよ。リーラ。約束して、お兄ちゃん。復讐なんてそんなことしないって。いましたね、ノワール。何した？だいぶ薬が効いてきているわね。心拍140と。怯えてるのね。リーダー。あら、もう少し薬を足した方が良さそうね。私たちのような人間は、人の命を奪う者は決して幸せになれないわ。ベティが言ってた言葉が興味深くてね。息をしていれば生きているというのってすごく印象に残ったわ。だからロゼを殺したあなたには安楽死なんてものはあげない。この薬で死ぬまで悪夢を見続けるといいわ。怖い。あ、ループしてるってことですか。うわー、これが、それが私の大切な人を奪った私のレイゾンデイト。エンド5。ザ・ラスト・リベンジ。はい、すごい衝撃のラストでした。救いのない結末でございました。皆さんはいかが思われたでしょうか。それでは時間の区切りも良いところなので、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。